デビット・レーモンド・カーニーは、オーストラリア・シドニー出身の元サッカー選手。元オーストラリア代表。名前は、デビット、デービットとも表記される。16歳の時に、エバートン FC の下部組織に入団。そこでは、ウェイン・ルーニーと一緒にプレーした。トップチームに昇格したものの出番がなかったカーニーは2003年に、退団。その後、数チーム渡り歩くも出番は、 あまりなく2005年3月にオーストラリアに戻りシドニー FC と契約した。初年度から主力として優勝に貢献。その活躍からルーマニアやドイツのクラブから注目を集めた。その後はイングランドに戻り、シェフィールドユナイテッド、ノリッチシティ FC でプレーした。2009年8月27日、オランダの FC、トゥーエンテニー席。2010年9月、 プレミアリーグ昇格を果たした、ブラックプール FC へ移籍。その後、スペインの AD、アルコルコンを経て、2012年は、ウズベキスタンの強豪 FC、ブニョドコルへ移籍。2013年8月8日、ニューヨークレッドブルズに移籍した。2014年2月2日、ニューカッスルユナイテッドジェッツ FC に移籍した。2016年2月2日、シドニー FC に復帰した。 AFC アジアカップ2011決勝で自身のミスでフリーにしてしまい、リタ・ダ・ーキラに決勝ゴールを決められ優勝を逃した。このミスはオーストラリアが見に今後のキャリアに一生を付きまとうだろうと報じられ当時、監督だったホルガー・オジェックは失点の場面はこの試合で唯一とも言える位置取りのミスだったと発言した。代表では左サイドバックとしてプレーした。 ガテットソカーズペイハイプライスフォーブランダーインザージアイカップオジェック監督唯一のミスクヤム選手は沈んでいる。ありがとうございます。